アメリカ軍の大規模演習、バリアントシールド。県内での演習4日目の今日、初めて海上自衛隊八戸航空基地に戦闘機が飛来し。報道陣に公開されました。アメリカ軍の戦闘機が、陸側の西の空から、滑るように降りてきました。午後5時前、爆音とともに姿を現したのは。 アメリカ軍の F-16 戦闘機3機ですバリアントシールドは今回初めて自衛隊が参加し7日から18日までの日程で国内外で行われています県内では10日から始まっていましたがアメリカ軍の戦闘機が飛来したのは今日が初めてです八戸を拠点にした演習は18日まで早朝や深夜、休日を避け 海側の訓練空域で日米の戦闘機が連携した対航空戦闘訓練などが行われる予定です。